はい、こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、オンコリスを分析してみたといった内容で、やっていきたいと思います。分析時期については2019年4月22日、時間軸についてはスイングとなります。本題に入る前にですね、注意事項についてご説明いたします。この動画はですね、テクニカル分析が大好きな投資顧問でも投資助言者でもない素人のおっさんが思いつきで作成している動画です。投資を勧誘したり促したりするものでは全くありません。2019年4月22日現在のチャートを見て作成していますので、最新のものという保証もなく、また安全性や将来の値動きを保証するものではありません。参考にする程度でお楽しみください。投資に関する最終的な判断は全て自己責任でお願いします、といったところでやっていきたいと思います。はい、それではですね、いつものようにですね、掲示板の投稿ランキングから確認していきたいと思います。オンコリスにつきましては掲示板投稿ランキングですね、4位ということで、非常に人気のある銘柄ではないのかなと、注目されている銘柄ではないのかなと言えると思います。であとですね、ティック回数なんですけども 18,290 回ということで、デイトレードとかも入って非常に厚みのある活発にトレードされている銘柄ではないのかなというふうに思います。あとですね、信用改ざんなんですが、異常に積み上がっていると言ってもいいぐらい積み上がっているので、ここはね、注意しなければいけないのではないのかというふうに思っております。はい、それではですね、チャート分析の方に入っていきたいと思います。現在ご覧のチャートはですね、2019年4月22日現在のオンコリスの月足チャートになります。指標から見ていきますと、ストキャスティックスがですね、売りサインを出していますね。あと RSI が80からちょっと垂れてきているので、50ぐらいに向かっていくのかなという感じですね。だから50ぐらいまでいくと落ち着いてくるのかなという状況になっております。ちょっとね、価格帯別的なのもパラパラとなっているような感じですね。なのでちょっとね、もうしばらくこのストキャスティックスが売りサイン出しているので、下に行く、来月もちょっと下に行ってしまうかな、いい線出すかなという、感じになっている状況であります。ちょっとね、今の、状況からしてですね、下に走りやすいということで、ちょっとね、今日ね、発売をしました、今日リリースしまして、限定、15本で限定で販売しております。相場の原理原則を使いながらですね、現状について分析していきたいと思います。オンコリスの月足チャートなんですけども、調整してくる可能性が高いということで、どこら辺がですね、どこら辺で反応しやすいかというところですね、この相場の原理原則というですね、ツールを使って確認していきます。まずですね、このイオタードが出ているので、高値をね、更新をしてきて、安値が更新が止まっているので、エリオタードが出てきてますので、エリオタードを使ってね、やっていきます。はい、ここですね。エリオタードを押しますと、こういうのにですね、第1波第2波という形で、エリオット波動がチャート上に描画されます。であとね、押し目の、水準がここに水準で出るんですよね。なのでこの辺りのポイントが株価が反応しやすいポイントであると言えると思います。でちなみにね、これがね、第1波安値、高値、第2波とこういうふうにね、出ていますよね。これを見ながらですね、トレーダーは、トレードができるという利点があるというところですね。であとですね、こちらにね、第3波の目標値が出てます。なので、このね、もちろんこの第1波高値を抜けてこないと、勢いよく抜けてこないと、できなかったまってね、抜けてこないと、この数値は達成できないんですけども、今の状況はね、押し目で止まって、しっかりこのね、こう抜けてくるかどうかですね、ここを見ていきたいという状況になっておりますね。で、いつものチャートに戻りまして、さっきね、もう一回戻って、ちょっと待ってね、7556円というね、数字なんですけども、これありうるかなというところで、見てきますと、今ね、いつもの U 字の型の、このね、この字型というか U 字型ですね、U 字型のチャートの形になっているんですけど、ここをですね、終わりで抜けてくれば、3750円とこの値幅が3300円ありますので、7050円ということで、7000円台はあり得るかなという感じですね。でただしここをね、終わりで抜けなきゃいけないんで、結構しんどいですよね。終わりで抜けてくれば、
まあ、過去の統計というかテクニカル的な形からいくと、まあ、7050円狙えるのかなという状況になっておるところです。月足については以上です。はい、続いてですね、2019年4月20日現在のオンコリスの週足チャートになります。でオンコリスの週足チャートで見て皆さんどこが気になりますか？もうね、私もう見た瞬間に気になったのがですね、ここですね、信用改ざんですね。まあ、前150万ぐらいに落ちてくれば上がりやすくなるかもしれないなという話をしたんですけど、まあ、下がるどころか膨大に膨れ上がっている状況になっております。ちょっとやばいんじゃないかなって普通に思うんですけど、どうかなと、まあ、ここのね信用、まあ、出来高がこうドーンと上がった時に信用改ざんが増えたと思うんですけど、これ普通にやばいんではないのかなというふうに思っております。まあ、RSI もねちょっと勢いがないのかなという感じですよね。うん、まあ、で、このね信用改ざんから推察として、ここの揉み合いを下抜けした場合に、まあ、どこまで落ちてくるかなってね、あの予想をすると、大体ですね、この前と同じようなところですね、ポイントですね、1750円から2100円ぐらいまで調整する可能性があるかなというふうに思います。まあ、普通に考えてですね、あの300万株以上ですね持ち上がって、このね人たちを儲けさせてくれるような、人吉ってあんまりいないと思うんですよね。なのでここがこのね、重りがどこで外れるかですよね。上がろうとしてるかもしれないんですけど、この重りが外れたら多分上がるんじゃないかと。だからやっぱのどっかで損切りするか、しないと上がっていかない感じですよね。誰が損切りするかっていう話になるんですけど、だからちょっとずつでもね、ちょっとずつでも軽くしておかないと、ちょっとね、結構ここを割ってしまったら1000円台に戻っちゃうんで、やばいと思った方がいいのかなというふうに思います。ただですね、前の新バイの件もありますので、株価がねどう動くかっていうのは、まあ、分かんないんですよね。でもしかしたら、まあ、300万株以上の信用改ざんがあっても、まあ、あとなんか何かしらのエネルギーが働いて上に上がる可能性もありますので、上に上がった場合について予想しますと、このね、条件としてはここに黄色い右肩下がりのレジスタンスが見えてくると思うんですけど、ここをですね上抜けして、まあ、終値でね、週足の終値で抜けてくる、ね、ことができれば、4000円あたりぐらいまで伸びる可能性がある。テクニカル的にはですね、4000円ぐらいまで来る可能性があるかなという、ね、見方ができると思います。まあ、ちょっとね、この信用改ざんやっぱちょっと思いがあるんでちょっと厳しいかなと思うんですけども、まあ、テクニカル、ファンダメンタルの、ね、変化があれば、まあ、可能といえば可能なので、ね、ここら辺ですね、もしテクニカルの変化があった、ファンダメンタルの変化があって、このレジスタンスを抜けていることがあったら、まあ、ここまで期待できるかなという感じになります。はい、最後にですね、2019年4月22日現在のオンコリスの日足チャートを見て終わっていきたいと思います。ですね、まずこのチャートを見て、まあ、いつもの気になる点なんですが、ここですね、RSI が非常に強いんですよ、なんかしないけど強いですよ、なんかしないけど、なんか何で強いかなと思いながら、だからもしかしたらね本当に抜けてくるかもしれないですよね。で抜けてきた場合、強くしなきゃいけないのはこの右肩上がりのねトレンドライン、白色のトレンドラインがあると思うんですけど、これを抜けてこないと多分ねここで止まっちゃうんですよ。止まっちゃうんで、この前の時ねここギャップで抜けたんで、ストップ高でいっぺん抜けたんで、おいけるかなと思ったんですけど、結局このトレンドライン割ってきちゃって、今こういう状態になっているので、このねトレンドラインを抜けてくるかどうかですよね、どっかで。多分上抜けしても多分トレンドラインで、この右肩上がりのトレンドラインで止められると思うので、ここでちょっとねここまで来たらもう一回どっか打った方がいいですよね。打って様子を見て、トレンドライン抜けてきて、でトレンドラインが機能するのを確認してから入った方が安全だと思います。まあ、ちょっとややこしいですけど、このトレンドラインは一遍引いて、自分のねチャートでも一遍引いてみて、このトレンドラインを割ってこないっていうのは、ね、しっかり確認した方がいいですね。陰線をつけるようだったらちょっとやばいかなと。でしっかり陽線で終わって、次の日も陽線で終わったら入るぐらいの用心深さがあってもいいのかなというふうに思います。でこれをね早速ね、これですね、これですね、もみ合い、まあ、もみ合いになるっていうのは、この出来高でも、まあ、出てるんですけど、徐々に落ちてきてるんですよね。少しずつ出来高が
っと細ってきているので、まあ、もみ合いになるのかなという予想が当たるのかなと思います。で、そうなるとですね、まあ、どの辺にもみ合いになるかなというところで、今ね現状でもみ合っているポイントを見ますと、ここですね、黄色いポイントがもみ合っているので、このポイントでもみ合いになるのかなと、まあ、ここね今一瞬下抜けしそうだったんですけど、また戻してきているので、 RSI も強いことから、黄色い上の方まで、黄色い、揉み合いの上のラインまで戻してくる可能性があるかなというふうに思います。で、揉み合いの上の方に戻してきたら信用改ざんがすごいんで、多分ね、あのうまいトレーダーだったら ここ空売り狙ってくるんですよね。空売り狙ってくると思うんで、だからここ空売りの圧力が強まると思うんで、ここでね、いっぺん捕まってる人は玉数を減らした方がいいのかなというふうに思います。まあ、これ独り言ですけどね、あのこういうふうにイメージをしております。で、ということで、相場の原理原則というね、あのツールについては、エリオット波動とチャートパターンも狙えるんですよね。チャートパターンもみ合いも狙えるので、もみ合いも狙えるというか、もみ合いの目標株価も出せるので、こういう感じで出してみました。で、まあテイクプロイットを見ると、上に行く場合は3500円あたりですね。で、下に行く場合は2200円あたりになります。で、一応ね、このツールにつきましてはエントリーもできるんですよね。終値抜けでエントリーしたりとか、あとまあラインタッチでエントリーしたりとか、あとラインタッチで逆張りすることもできるもんですね。ここの UI を見ていただくと、まあ、あのイメージがつくと思うんですけど、分かりやすいと思うんですよね。あのここでラインタッチですね、水平線タッチしたら、例えばこれだったら、ここに水平線があったら、ここにタッチしたら上にねロングをします。で、ここはトレンドラインにタッチしたら、トレンドラインにこうレジスタンスライン引いてて、タッチしたらエントリーすると。で、これだったら終値抜けですね、終値抜けでエントリーしますよと。で、これは逆張りをしてくれます。で、こういった形で、やってくれますし、あとね、あのこの手仕舞いっていうのがあるんですけど、手仕舞いっていうのはこれマニュアルで、トレンドラインを引いたらそこにタッチしたらエグジットしますし、水平線にタッチしたもエグジットします。なので差し値で勝負できますし、逆差し値でもできると。で、もちろんね、このテイクプロフィットってあるんですけど、この目標株価のところでもエクジットしてくれるんで、まあ、いろいろフレキシブルに使えるんではないのかなというふうに思います。まあ、こういった使い方ができるツールを今発売してますので、しかも限定15本なんで、もしかしたら15本出荷したら終わるかもしれないんで、まあ、今がチャンスかなと思います。まあ、宣伝ですよね。はい、以上です。はい、いかがでしたでしょうか。オンコイスについて分析をしましたが、いくつか皆さんのためになれば参考になります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。金ちゃん BBH でした。